猛吹雪の影響で昨日から通行止めとなっていた国道337号の江別市江別太と石狩市親フルの間は今日午前11時半、およそ24時間ぶりに通行止めが解除されました。jr は昨夜の学園都市線の踏切事故や除雪などの影響で、今日も特急列車33本を含む425本が運休しました。また、道は。 新篠津村の77歳の男性が吹雪の中、排水溝に転落し死亡したと発表しました警察によりますと男性はきのう夜知人の家から歩いて帰りそのまま行方不明となっていましたがきょう午後、雪に埋まった状態で死亡しているのが見つかったということです。